ございます。大宮まで行かなかった。行かなかったっす。おはようございます。はるばる石川から。いやいや、はるばる石川から来ました。北の方から来ました。北の方から来た。こう V 字で。いや、どうもおはようございます。おはようございます。新潟絶対回避するみたいな。通れないですかね。直接は出た参りました。ポケットですよ。いいな。前よりいいですね。僕もそれ、その Vlog 株の今日も雑動画に雑動画また最後まとめていただいて意外と面白い。意外とここだけ使われる説あるよね。それはあるかもしれない。前の傾向からいいか。確かに。いや、楽しみです。はい、ちょっとゴリさんが一番最後ということで。車の傷がないかチェックのやつですね。どっちか来るんだ。あ、後ろか。ドリンクホルダーとかあります？あります、あります。あります。これか、これだ。これね。いやー、おはようございます。おはようございます。いやいやいや。いや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 。いやー、部活みたいですね。いやー、お待たせしました。どうも、こんにちは。こんにちは、こんにちは。楽しみ。旅が始まりますね。ちょっとね、コーヒーをこう急いで歩いてきたらちょっと。こぼれちゃいました。ちょっと若干。おはようございます。生きてました。生きてました。富士そばで寝てました。富士そば寝る人初めて聞きました。ザルそば2杯食ってザルそば2杯食ったんだ。あの使えますって。いいですね。使えるんですか。ザルそば2杯食って壁に寄りかかってたら寝てて、あ、店員大丈夫ですかって起こされたらあの時間でした。いやー、よかったですね、起こしてもらって。いや、ほんとっすね。店員さん様様ですよ。春さんのツッコミが立って寝てたんですかって言われて。じゃあ、藤沢だからね。そう。確かに。すごいなと思って。金魚かよって。すごいツッコミ。朝からかましましてですね。はい。相変わらずですね。いや、いいですね。いいです。今の時代の若い子とかが、なんか、ああ、こういう先輩になりたいなって思うと思う。ああ、わかる。わかるわかるわかる。それはちょっとね。ああいう感じの人、あんまりもういない気がする。昔の日本のいいとこだけ集まってる。あ、そうなんですよ。さて、じゃあ登りましょうか。頑張って。行こう。はい、結構ありますよ。頑張ろう。はい。やっぱ綺麗だな、マジで。よく撮れるな、これ。武田さん、ここはどこですか？ここは岩津小涌神社。ああ、どういう神社なんですか？あそこに書いてあります。見ろと。すごい、すごい雑な動画ですね、本当に。大丈夫ですか？雑なのをお求めなんですか？いやいや、なんかそこはちょっと知見を出してもらって、あ、こいつは知ってんだっていう。そういうの後で喋る立ち。あ、そう、ここであのお姉さん撮りたいところだけど。はい、ダメですね。はい。じゃあ頑張ってこの階段を。そうですね。4倍ぐらいありますよ。え、これの4倍あるの？もっとあるかもしれない、上まで。マジ？結構登りますよ。結構登ります。
山岩と天竜桜。めっちゃ綺麗かなグラデーションの。じゃあね、この階段のラインとここがずれてるんで、はい、確かに合わない。このぐらいまで切り取ってごまかしてようやったけど、よし、行きますか。すごかった。本当に反対側余裕で見えるみたいな感じ。やっぱ久しぶりにピアス拡張してる人見たんだよな。ちょいとよかった。おお、救急士。あ、めっちゃ救急士ですね。消防車。いや、いいっすね。なんかめっちゃ空いてんじゃないですか。わあ、上がってきた。これは気持ち上がってきたよ。来ました。上がってきた。ちょっと予行演習するのにっていうことなんじゃないかな。上がってる。上がってきたけどお腹空いた。ラーメン食べたい。食べたい。OK です。着きました。イエーイ。大地県はめっちゃうまそうですよね。うまそうな方にしよう。うまそうな方に行こう。うまそうな方。大地県じゃない方何でしたっけ。マイド屋。マイド屋。マイド屋はあんかけラーメンっぽい感じです。あと400m ぐらい。左曲がってます。はい。これから。大地県はまずマイド屋。これから。400m。 絶対あっちの方がおいしそうじゃない。こっち、大地県。愛知県じゃなくて大地県。愛知県ですか。ここ福島ですけど大丈夫ですか。あぶね、死ぬ。菅川授業時間中でしょ。ほら、これのこっちの方が多分高い。でもこっち、ここら辺が結構ね。さあ、ラーメンでテンション上がる2人でございます。あ、でもこの、ちょっと待って、この上の肉盛り、なんとかなんとか味噌麺。探偵味噌麺。今から何やるんでしたっけ。ラーメン食うよ。あ、撮影じゃなくて。ラーメン食う。撮影じゃなくて。腹ごしらえしないとね。あ、そうですね。はい。今日はラーメン。今日どこですか。大使県。大使県来ました。美味しそうですね。美味しそう。鶏肉味噌麺がうまそう。うまそうすぎる。ね、これ、ちょっとビジュアル、ちょっとやばいですね。これなんでこんなうまそうに見えるんですか。やっぱ焼いてるからかな。写真ですよ。写真ですよ。この肉の感じ全然違かないですか。いや、炙りの五感でしょ。炙りぶって入る感じね。炙りってやりますよね。炙りってやりますよね。なんでテンションだけんだこいつら。大丈夫かよ。今日夜まで持たないよこれ。あー、行きましょう。行きましょう。超美味しそうじゃん。うわ、うまそう。うわ、何これ。やばない。なんすかこれは。エビ味噌ラーメン。エビ味噌うまそう。うわ、マジでエビ乗ってます。すげえラード。なんでこんな画面暗いの。絶対熱いやつだこれ。絶対熱くてすんげえ汗かく。竹田さんは背脂中華そば。竹田さん背脂好きそうだもんな。年齢を感じさせないくっそ重いやつ食べますよ、ね、本当に。なんでそんな若いの。なんかもらってんの。本当に、ありがとうございます。なんでなんでですか。俺これ見ても結構欲望に忠実なんです。欲望なかったら頼まねえよな。それこれ、はい、重たいですけど大丈夫ですか。もう野菜豊富。うわ、見た目通り。思ったほど重くなさそう。ありがとうございます。あとはここにチャーハンに餃子に唐揚げに。やばい、狂ってる狂ってる。バカじゃないよ、高校生やね。やばいこれは。いや、いいですね。最高。皆さん食べてください。やっちゃいましょう。勝手に取ってるんで。いや、原さんの味噌うまそう。味噌。はい、ありがとうございます。味噌です。これなんか濃そうですね。濃そうですね。じゃあいっちゃいますよ。いきます。ほら、いや、まずはでも味玉だな。あ、うん、まっ。めっちゃ濃いっすよ、この味噌。うん、本当にラーメン好きなんだろ、この人。一番好きなやつかも。本当ですか。この濃さが。マジか、ちょみんなの味見してえな。うん、これはストーリー。いいじゃん。あれ電源は電源そこにある。あ、この中、うんうん、
いいですか、うん、ちょっと、はい、ちょっといい、すごいな、あーすごい、赤木の後やばかったよね、結構、ん赤木、マークさん、ああ、やばかったですね、懐かしいな、マーコさんの撮影すげえ量だな、よいしょよいしょよいしょ、あー結構人いますね、すごいな、もうこの絵だけ、この絵だけでも十分インパクトありますね、ねえですよね、先に写真で撮っとこう、おお、ドンドン、このご神火隊は二階堂神社を出発し松明通りなどを通過し、およそ30分後の午後6時ごろに五郎山山頂に到着し、ご神火台に、武田さんです、合わせまして、こんにちは、お車の移動のお願いを申し上げます、さて、ありがほ、どうもーす、まだ18時ですね。これは太鼓。太鼓取りたいけどね。あ、ここで抜けるんだ。いいね。太鼓取りたい。え、太鼓せっかくだから取りたくないですか。どこでやるんですか太鼓、太鼓は下の会場ですね。はい、あ、やっぱ別にあるんだ。行くか。いいっすよね別に。だって。え、太鼓行きます。太鼓後々行きます。燃えて、うん、で太鼓こう叩いてる中でバックがこう体罰っていうのが去年あって。おお。おお。一緒に行こう、優しい方につきますよいいですか、燃えて燃えた後の方がいいかもしれないですね、燃えた、もえ、ま、でもやってるんですか、結構やってます、あ、長いことやってるんですかね、はい、あ、じゃあせっかくだからそのタイミングで聞いていいですか、何ミリでいきますか、元の方でこちらにいらっしゃ、はいはい、あ、待って、ここの角度結構良くない、あ、いいですね、あ、まあ、ちょっとあっち側向いちゃってるけど、でもバランスがすごい綺麗な気がする、ここでもね、ここな全体的に斜めなんですよ、そうですね、全体に斜めなんですよ、全体斜めなんですよ、難しいな、あ、そう、スマホそういう風につけるんですね、そうそうそう、で彼はなんかそのそうです、たまたま僕があの三脚とかあの脚立について文句ぶちまけてたら、左側通行お願いします、左側通行ですね、はい、はい、どうもすいませんね、太鼓はこの下ですか、太鼓はこの下ですか、ちょっと私はちょっと、あ、わかんないですね、あ、わかりました、どうもありがとうございます、はい、で、そう、ね、に反応してくれて、よく話しかけてきましたね、向こう、そう、僕に話しかけてくるんです、こんな僕に話しかけてくれるなんて絶対優しい人じゃないですか、多分僕らがこれこういう風にインカムやってんじゃなくて、はい、独り言言ってたと思う、そうだと思う、そうだと思う、あ、この人かわいそうな人だと思う、そうそう、なんかっていうことじゃないですかね、いやで僕あのしかもこの調子で話してるから、はい、あのみんなすごい後ろ振り向くんですよね、なんか申し訳ねえなと思って分かるとか言ってみんなが何分かったのみたいなそうそうマジでそうそうそれやばくないですか、かけてよくないね、確かに、あ、もう出店がありますね、なんかこっちいい感じですよ、てか2人とも聞こえてます、僕らの話、あ、聞こえてる、よかった、え、片耳外すと全然違いますね、全然聞こえやすいですよね、うん、そうそうそう、やっぱりね、外音取り込んでてもやっぱりどうしても、はい、はい、はい、このまま上がってもらって、どうだろう、ここいい感じですね、もうちょっと向こう行きましょうか、あったかいあったかい、マジで、あ、ゴリさんこっちいいっすよ、こっち、こっちめっちゃいいっすね、これすごいっすね、匂いもすごいっすね、解除されましたら入山規制を解除し、再び会場山頂での観覧が可能となります、いやすごいな、ここ、なので交通状況によりますのでご案内することはできません、どうぞご理解いただきますようお願いいたします、これを
上上がったらここが上がれるんですかね。今度はただここで太鼓叩くんで違うでしょ。ここで太鼓叩くんだ。これはテンション上がるわ。すいません、あと入山規制の方かかってますので、ここから入場はできませんので立ち止まらないようお願いします。うわすごっ、露出が合わねえ。置きピンで撮ろう。聞いてみようかな。太鼓ってこの太鼓はあっちですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃかっこいいですよ。あ、かっこいいですね。いや、ここはかっこいいな。大松明石の安全な運営に対しまして、ご理解、ご協賛の皆様は、くれぐれもご注意をお願いいたします。いやいや、すごかったですね。本当に、なんで寄ったり離れたりしたね。あー、すごかったですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、もうだいぶ、暑いお祭りでしたね。だいぶ、山勝ちですね。非常に寒いね。うん、本当に。そんなに暑かった？暑かった。暑かった。めちゃめちゃ暑かった。マジか。焚き火してる気分でしょ。急に寒い。本当に。まあ、そうっすよね。ね、最初の、ね、手前の中学生何するんかなと思ったんですけど、ね、うん、いい味出しました。いい味出し、いい味出したんだ。いい味出した。だいぶ盛り上げてくれました。いや、盛り上がりましたね、うん、楽しかったです。いや、もうね、なんか切れちゃったじゃないですか途中、うん、僕らだけ動いてるから、はい、そう、いや多分どっか回ってんだろうなって言ってそう、なんかもったいねえなと思ってね、ハルさんたち自由に動けたらなっつって呼び行こうかなと思ってたんですけど、いやいや、あのですか、ゴリさんがあの火つけるやつやりたいって言ってました。マジで。そう、やって、そう、やって。どうじゃ、どうじゃできるんですか。すげえ盛り上がってるし、僕だけ知り合い誰もいないから、うおーって言っても。やっぱゴリミーやんなきゃダメですよ。さっきの水が。
青年会入りたいんですけど青年会入れてください。いやここまで来んのなるほど。ちょっと待ってね。昨晩からだいぶ議論重ねて。はい。お土産選びとスプラッシュの話しました、ね。あ、マジ。僕も雪降ってますけど、はい、頑張っていきましょう。あ、バッグにはあるんですか、堀さん。少しナンバーワンガジェットと言われるだけあります、ね。いやー、これ。やろう。いいですよ。動画も撮ってます。動画も撮ってるんでどうぞ。これ何？仮想カツ。カツの顔ってどうやん。45歳ちょっとそこで3人座ってくださいよ。 撮るんで、そこ3人座ってもらっていいですか。記念撮影ってないんですよね、うちの写真って。あ、いいねいいねいいね。原さんもどうぞ。はい、チーズ。今ここはどこですか。せーの、イエーイ。はい、どうも。オッケー。撮れました、撮れました。動画も撮ってるんで大丈夫です。回してください。焼きっていうのはここの名産なんですか。はい、そうですね、うちだけで。あ、うちだけで、ええ、おずっとやられてるんですね。そうですね、もう70年来ました、堀さん。70年すごい。そうですね、ゴリミ何年目ですか。ゴリミは十数年目。十数年目あと70、あと7倍、あと60年くらいやらないと。やらないと間に合わないですね間に合うとはじゃあもう3代目とかですか。そうです。あ、すごい、はい、ゴリミ3代目と。いやー、3代目か。うん、じゃあ娘の旦那さん、旦那さんの息子息子おじいちゃんになっちゃいますね。初代はどうしてるかな俺。初代どうしましたって。入ってるんで。あ、そっかそっか、外の枠があるんだ。なるほどなるほど。サイズめっちゃ可愛い。いいですね。あ、よ、俺外側だったよ、ほら。最高じゃないですか。いいですか。はい。あ、うまそう。すごい。匂いがさ。はい。いいっすか。じゃあちょっとせっかくなんで開けちゃいますよ、パカーって。ああ、分かってますね。パーカー、こっちの方がいいかな、せっかくだから。はい、パカー。お、すごいですね、皮が薄い。おお、昨日の屋台で買ったよりも全然あんこ開いてますね。恨めないのすいませんいいっすか、いただいてください。うん、いや、うまそう。余題が垂れますねこれ。いや、うまそう、マジで。ちょうどね、さっき雪降ってましたからね。そう、あったまる。なんかこう、はい、よくこの手のものって屋台で買うとすっごい甘かったり、うんうんうん、すごいこう、あんこがこうネチョネチョしてるじゃないですけど、なんか結構ヘビーだなって。やっぱ美味しいっすよ、しかも焼きたてだから。焼きたていいっすよね。そう、いや、いいですね。うん、美味しい。いや、このね、このサイズいいっすね。あ、はい、はい、すごい重くて、うんうん、大きいからね。そう、昨日食べたもまあ別に美味しかったですけど、うん、なんか重いなみたいな、うん、量も美味しいみたいな、うん、サイズがいいね。確かにお店でも結構早いですよね今日。はい、早いですよね。そうでもない。まあ日曜日なんで、はい、少し早いね。あ、こんな感じでやってるんですよ。よかったですね。
よかった、ね、いい時間で、うん、おいしい。これみんな温かいうちに食べてほしい。そうですね、来てますよね。これ流れてるの温泉なの、ただの川。しましたけど、はい、その後湯気出てないから。そうだよね、これ湯気出てたら全然変わりますよね、景色。全然違う、全然違う、ね、湯気出てたら最高っすよね。ハルさんに食ってもらって、これは嫁だと。めっちゃ美味しい、本当に。昨日の屋台がちょっと残念な気持ちになるぐらい美味しい。美味しい。うまいですよね。美味しい。そうそうそう。竹さん買ったんだ。そうだ。すいません。美味しいでしょ。うん、美味しいよ。別に屋台のものそんなに期待してないから。美味しい。っていうかもみじ饅頭に行ってる。ああ、わかるわ。もみじ饅頭で出来たてそんな感じですよ。ハルさんどこ行ったんですか。ハルさん神社に。あ、神社にだ。うん、はい。山から引いてるあの木の鯉があったりとか、はいはい、割と小さいけど面白い。ハートじゃないですか、これ頑張ってんですか。すげえ頑張ってる。いやちょっとやっぱり俺そろそろやっぱ15、30分の使いやったんだ。あれ広角使ってる人いる？ハロさん使ってるかな。ハロさんこれハートっすよ。なるほどね、これが頑張ってるんですね。無意識に広角が好きということを最近覚えたことですね、はい、ゴリ見しててえ？おゴリミのゴリさんですかって。すごくないですか。ガラ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 、やばい、怒られる。ゴリミのゴリさんですか。ええー、はい。いつも読んでます。すげえ。出来たて。あったかい。あったかいですよ。出来たて、出来たて、食べて、食べて。食べて、そう。母さん、美味しかったらお土産に買いって。僕らは、ね、ハロさんの奥さんのためにお土産に全力だから。そう。そうそうそう。これ入るしかねえ。いや、本当全力っすよね。そう、入るしかねえ。絶対に。外さねえよ。どこ行ったのかと思って。あ、すいません。あ、いや低いけど。でなんか食えるかなと思って行ったら。いやいや、もう喉。多分喉血だらけっすよ。お、大丈夫これ嫁。あり。あんこ100、ま。嫌いじゃないと思う。あんこダメなんだっけ。でも でもなんでこれにしたのかっていう理由をつけなきゃいけない。これハート型が工夫されてる。そうですよ。お茶目ですよね。今夜なかなかね。あ、はい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 。素敵素敵。ね。あ、きれ。ここはどこでしょう。岩閣寺です。岩閣寺。はい、人はこれを紅葉めちゃめちゃ歓迎される歓迎。どこさ、マジか。あ、これ熊よけか。カラカラ言ってんの。
いいですね、行きましょうか。あれ、こっちじゃないんだ。あれ、どこで行くのこれ。順路って向こう書いてましたね、でも。あっちの、あっちです。わかんない、多分。それっぽいこと書いてある気がする。さっきのおばちゃんは気づいたら追いつけるよみたいな感じで言ってましたけど、ね。いや、そんな迷子クラスターの俺に聞くわけないじゃないですか。ほら、順路、順路。ほら。あっち、これか。うん。行こう。空賢弱観音像ですよ。空賢弱観音像だ。賢弱ですよ、賢弱。今有名な呪術廻戦の。え、そうなの？そうですよ。何回戦？呪術廻戦ですね。あ、呪術廻戦。ごめんなさい、見てないですね。あれは見とくべきです。あれは見とくべきです。あ、いいね。めっちゃハイキーだぞ。F10 パワーを取る、堀さん。よいしょ。取れました。うん、もうちょっと仕事にかよし。これこの落ちない石はどれのことなんですか。これじゃないの。これが落ちない石なのかな。東日本大震災と持ちなかったな。こっちはね、なんか花です、ね。へえ、怖。なんかね、ちょっと。いいと評判のセブンコーヒーを。人数分。はい。買ってまいりました。はい。やっぱりですね、人間コーヒーですよ。人間コーヒーですか。あ、緑茶でもいいんですけどね。ハルさん何持ってんですか。僕、ヤブレタクロス。すごいですね。いや、します。アイス入ってますね。クリッシュですね。はい。食べるんですか。いや、食べないです。食べないですね。今日、氷点下草。やめろ。お前やめろ、それ。うん、いいですよ。野菜だけ追加頼めない。すいません。野菜追加ってできます。はい、野菜追加別皿で。別皿で、いいですか。あ、じゃあ、ください。おー。